はいみなさん、えー、こんにちは、こんにちはというか、おはようございますですね。えー、この動画をね、流そうと思っているのは、月曜日の朝のね、一番に、えー、朝のニュースじゃありませんけど、皆さんにお伝えする予定でおります。私はこれ現在ですね、日曜日の夜に、 えもうかなりね、夜も遅いんで、本当はね、この話はえできれば本日中に動画を配信したかったんですけど、ちょっと時間間に合わなかったということで、これから配信しても真夜中になっちゃいますのでね、当然皆さんが見れない時間になっちゃいますので、実際は月曜日の朝のえ1本目のね、動画として皆さんにはお伝えしようと思っております。もともとはですね、本日の朝ね、月曜日の朝に関しては、 敏、えー、宮愛子さまの例のこれティアラですねティアラの話をしようと思って、えー、実際にはね通知も出していたんですけどもちょっとね今回のね、えー、話に関してはちょっと優先度を考えました別にあの敏宮愛子さまのティアラが優先度がないと言ってるわけじゃなくてですね、えー、それよりもやっぱりねこの問題、えー、今回話すそのティアラさんのね問題に関して海外報道なんですけどこういったのもあるよっていうようなことで 日本のマスコミ何やってる日本の地上波のテレビ何やってるみたいなね、そういったようなことを大声で出したいというような感じでしたので、ちょっとね、この動画を先に出すことにいたしました。愛子様のね、動画に関しても本日中にね、あげますので、そちらの方もね、大事な、大事な、年宮愛子、内心のお殿下のこのティアラの話ですので、ぜひそちらもご覧になってください。本日中にあげます。はい、でですね、今ちょっと申し上げましたように、 あの昨日もね、えーそのえー、このキャラ問題に関する海外報道ということで、えー、サウジアラビアのね、アラビアラブニュースというようなところが、えー、もうすでにですね、2回、えー、報道していますよというようなこともね、お伝えさせてもらいました。でですね、えー、昨日もね、えー、実は、まあ、日曜日だったということもあるんですけど、いろいろね、またググっていたりするとこんなのも見つかっちゃうんですよということで、 今までね、えー、海外の報道というと、えー、昨日紹介させてもらったこのサウジアラビアのアラブニュース。そしてね、インドネシアもね、報道してたんですね。インドネシアは、えー、トリブンニュース .com。これはね、インドネシア語で書いてあったんですけど、簡易翻訳をして皆様にも、えー、実際にね、これも1週間ぐらい前ですけど、動画でお話しさせてもらいました。まだご覧になってない方は、えー、またね、あの、終了画面とに貼っときますので、ぜひご覧になってもらえればなと思います。 で、今回はですね、どこが報道していたかっていう話なんですけども、まあ皆さんもね、よくご存知の、はい、東南アジアの一国であるフィリピン。フィリピンのマニラの、えー、ソーシャルテレビがですね、具体的に放映してましたよっていう話です。はい、こういったのを受けてですね、なんで海外のですね、こういったようなメディアが放映しているにもかかわらず、日本のね、マスゴミ君たちですね、特に地上波のテレビはなんで放映しないんですか おまりにも矛盾というかおかしすぎますよねっていう話ですね。はい。でですね、このね、ソーシャルテレビで放映された部分というのが、えー、具体的にね、YouTube でも上がっておりました。で、私も発見できたんですけど、これがね、えー、そのね、YouTube のアカウントでですね、なんていうのかな、e a s y なんと t t v っていうんで、これね、あの概要欄にね、URL 貼っときますので、これ2分ぐらいですね、ちょうどね、2分半ぐらいの え、このね、テレビ番組はこういった形で、えー、キャラさんの写真バンと出されてですね、具体的に放映されております。で、今からね、ちょっとね、今言いましたように2分ちょっとぐらい、えー、そのね、えー、まあ、ソーシャルテレビで放映されたような内容を、え、これね、本当だったら、このままね、録画して、皆さんにお見せしちゃうと、 したいんですけども、そうすると YouTube のあのね、規約に引っかかっちゃうんで、一応今ね、ちょっとした画面と画像とですね、あとその声ではね、この女性のアナウンサーなんですけど、女性のレポーターの方が言われているようなことをですね、2分ぐらいお直しします。ぜひ皆さんには、えー、まあお聞きになってもらえればなっていう感じです。 まあ、フィリピンなんでね、当然この英語です。フィリピンなまりの英語なんですけども、まあ、あの、後でね、これ2分ばかしお聞きになってもらった後で、私の方でですね、これ何を女性の方が言われていたかは全部説明しますので、まずはこのね、2分ぐらいの、ちょっとね、この女性の方が何言ってるかお聞きになってみてください。 On July 13, 2023, a weekly Japanese tabloid Shukan Bunshun reported that the wife of Deputy Chief Cabinet Secretary Seiji Kihara has been under investigation over the death of her former husband. Last month, the tabloid had released another article that claimed Kihara has an out of wedlock child with his mistress. Kihara denies the claims of the magazine, whose latest issue hit newsstand on Thursday. He is also planning legal action against the publisher of the magazine. According to TokyoReporter.com, the story begins with Kihara's current wife, who is a former hostess. On April 10, 2006, the body of her then husband, 29-year-old Taneo Yasuda, was found inside his Tokyo residence. The body was soaked in blood. The cause of death was later revealed to have been loss of blood due to a cut to the throat made with a knife-like object. As the investigation proceeded, police considered the death to be suspicious, but it was ruled a suicide spurred by Yasuda taking Kakosei's higher stimulant drugs. At one point, Yasuda's wife and child were living apart from him with the second bond. According to testimony from the second bond, as conveyed by Bonsun, the day before his body was found, Yasuda returned his wife and child to his home. The investigation into the death of Yasuda stalled for unclear reasons. However, Tokyo Metropolitan Police reopened the case in the summer of 2018. The reason for the resumption was the hiring of a new investigator who is tasked with looking into cold cases. This investigator, a woman, found the death of Yasuda to be suspicious. The resumed investigation included tracking down the second man, who explained what transpired on the day of the discovery that, quote unquote, at that time, I received a phone call from her saying I killed him. When I went to the house, he was collapsed and covered in blood. I said, What happened? She said he and I had a fight, and he brought out a knife and told me to kill him if I could. He put the knife in my hand and I slashed him. She confessed. By this time, Yasuda's former wife was married to Kihara. That October, officers searched her residence. On July 5, Kiara's attorney sent a three-page letter denouncing the claims in the latest Manchun article. The document criticizes the Manshun article as groundless, a fabricated rumor, and a serious violation of human rights rarely seen in the history of the mass media. はい、えー。ということで、今ね、えー、ちょっとのお聞きになってもらいましたけども、まあちょっとね、2分ぐらいなんで、まあ今さっき言いましたようにね、フィリピンなまりの、えー、フィリピンのっていうのはね、タガログっていうのがね、標準語なんですけど、えー、タガログなまりの英語ということで、まあ、ただね、日本人にとっては聞きやすいような、フィリピンの英語って聞きやすいんですよね。なのでね、かなり分かった方もおられるんじゃないかなというふうに思いますけども、はい。でね、この女性の、えー、レポーターの方、何を言っていたか、えー、順番にお話しします。 えーとですね、まず2023年の7月「週刊文春」がキャラ官房副長官の妻の人が捜査対象になっていたといったようなことを文春が伝えましたとでその前月にはですねその木原官房副長官があるホステスとの間の 不倫を行っていて子供がいた。みたいなことを文春が別のね、文春法でえ記事を伝えていた。それもね、言っております。で、そういったような中で、えー、木原官房副長官、木原氏に関しては、その文春がね、出したような記事、記事は、全面否定をして、で、刑事告発をするというような意図を、えー、まあ、伝えました。といったようなことが最初に言われております。で、具体的なその事件のね、内容、その2006年4月、 えー、10日の事件の内容に関しても具体的にこの女性のレポーターは言われておりましたけども、えーまあ、その当時ですね当然その、えー、木原さんとまだ結婚する前すなわち安田種男さんの奥さんであった頃の、えー、当時ホステスであったその現在のね、えー、木原さんの、えー、妻の、えー、元夫の安田種男さんがこれね このレポーターの方、当時29歳って言ってるんですけど、これ確か28歳ですよね。あの、この事件にあった時ね。これはちょっと間違いかなというふうに気がいたしますけど、いずれにしてもこの女性のレポーターの方はね、29ってことで29歳って言ってるんですけど、多分これちょっとね、そこだけちょっと間違いだと思いますね。で、その種尾さんが29歳で亡くなった状態で、その2006年4月10日に発見されましたと。で、死因というかね、その原因としては、そのナイフによる まああのね、出血によることだと考えられましたということで、捜査当局は、ただこれに関しては非常に不審に思っていたんですけども、まあ、あの、種尾さんがですね、その例のお薬ですね、冷たいお薬等のもう服用していたというようなことで、結局、捜査は打ち切られてしまったといったような、ね、内容を伝えております。で、なんだけれども、ところがですね、その2018年の夏に、 このコールドケースになっていたこの不審な事件をある女性刑事の方大塚署の、ね、女性刑事の方がこのケースに関して不審に思ってそれをひも解き始めたとそこからですね調査が開始されて再調査再捜査が行われましたといったようなことですでこの捜査の中でねはいやっぱり出てきましたけどもまあ,あの文春では Y さんと言われているねあの宮崎のにちょっとね交流された そのねやっぱり冷たいお薬をやっていたですね、この Y さんが、えー、まあ具体的にね、当時そのやっぱりこの文春でいうところの X 子さんですね、要は木原官房副長官の現在の妻の X 子さんから当時ね、電話を受けて、要はね、やっちゃったみたいなことで電話で伝えられたと。これちょっと今やっちゃったって言いましたけど、これはね、あの え、この、え、英語のね、え、英語、英語っていうか、この女性のレポーターは、え、その、やっちゃったじゃなくてね、え、その、そのものズバリを英訳したような単語を使っております。ちょっとすいませんね <laughs>。このような言い回しで申し訳ないんですけど、わかると思います。まあ、だから私はやっちゃった。ちょっと YouTube の関係があるんで、やっちゃったっていうね、そういったようなことを電話で、 えー、y さんはこの X 子さんから伝えられて、えー、Y さんは現場に向かいましたそうして着いたところ、えー、なんとですね種尾さんが、えー、血にまみれて倒れているところが発見してですね当然 Y さんとしては何があったんだということをね X 子さんに問いただしたところですね X 子さんは種尾、えー、さんとね、えーまあ、ファイトという表現になっておりましたけどまあ口論ですよねまあ口論をすることになってまあ谷尾、えー、さんからナイフをね手に渡されてで やれるものないやってみろじゃあ,ありませんけど、そういったようなことを言われて、えー、ついに、えー、この X 子さんは、えー、まあね、その行為に及んだといったようなことを Y さんに対して告白したといったような表現になっております。で、それを、えー、さっき、そのね、女性のレポーターが言われているって話ですね。はい、えー、それでね、えー、その後、えー、まあその当時ですね、その2010、まあえーえー、これがね、えー最 捜査が行われたね、2018年の、えー、まあこれ10月だったんですけど、その頃にはすで、えー、にね、木ラ官房、今現在の木ラ官房副長官と結婚していたような立場の X 子さんでしたと。で、それを受けてですね、7月5日に、えー、キャラシサイドとしては弁護士を通して、まあレターね、 レター3ページといったような表現になっておりますけど、これは皆さんよくご存知の例のご通知ですよね。3名の弁護士の方、連名でご通知ということは送付されましたといったようなことですね。で、この文春の記事に対して、このキャラさんサイドとしては、もう事実無根のね、捏造されたものだ、捏造された記事といったような文面に加えて、 メディアによる前代未聞の人権侵害といったようなことを告げられていたとまあそういったようなね女性レポーターの実際のさっきのね2分ちょっとぐらいのレポートだったわけですね。 はい。まあ、なのでね、中身としてはもうね、えー、過去それこそ文春法で暴露された内容だとかね、そういったようなことを、まあ、あの時系列に基づいて簡単にね、えー、フィリピンのこのね、ソーシャルテレビの方で放映していたっていう話ですけども、やっぱりね、この内容的にはいいんですよ。内容的には別にもう知られているような内容で、そのね、さっきね、28歳を29歳って言ってるなとかね、そういったのはちょっとね、ところどころどうかなっていうような点もありますけども、ほとんどは、えー、その文春が、 えー、実際に報道というかね、記事に出していた部分、そして事実としてですね、えー、そのキャラさんサイドとしては、ご通知の、えーまあ、デ,データを出したとかね、まあ、そういったようなところに、ね、実際に落ち着いてはいるわけです。で、えー、まあ、その内容としてはそんなことなわけですけども、やっぱりね、私、昨日のね、このサウジアラビアのアラブニュースもで第2報が出てますよっていうようなところを、えー、お話ししたときにね、やっぱり同じことを言いましたけども、なんでですね、 この日本のことでしょ日本のことを非常にね、それこそですね、国家権力だとか警察権力といったようなものを日本人として、日本ね、それこそ日本の国内で日本人がね、信頼できるんですかみたいなことまで、えー、もうなんかグラグラっと来ているようなことに対してですね、日本のね、それこそ地上波のテレビ、なんかやってますやってないだろうってところがですね、こういったような東南アジアのある国で、えー、もうね、この実際に放映されてると。 で、しかもね、YouTube に流されてるっていう話なわけですね。でね、私もこれ昨日たまたまね、えー、まあ皆さんで言うと昨日、私は本日だったんですけど、まあ日曜日にね、たまたま見つけたんですけども、これね、えー、まあ本当にね、偶然的に見つけたんですけど、あのー、まだね、再生回数が200回にも、あのー、 えー、まあ、あの、至ってないんですよね。私がこれでね、皆さんにですね、お伝えすると、本日急に再生回数がブワーッと伸びると思うんですけどね。まあ、それはそれでね、動画の配信者としては、まあ、嬉しいでしょうからっていう感じなんでいいんですけどね。まあ、ぜひね、皆さんご覧になってみてください。2分ちょっとぐらいですので、えー、私のこの動画の、ね、概要欄に貼っておきます。 で、さっき言ったようにね、なんでこういうようなフィリピンのですね、ソーシャル TV が具体的に放映しているにもかかわらず、YouTube にも動画として上げられているにもかかわらず、日本のメディアは何にも言わない。しかも日本の他のね、新聞紙等のメインのね、メディアに関しても、本当のね、表面の部分しかちょこちょこっと記事に出さない。この、なんというか、どうなっちゃってるの、日本のね、報道自由度っていう話ですよね。本当に呆れちゃいますっていう感じですけどね。 まあ、だってね、えー、今回まあこのキャラさんの話を言っておりますけども、例えば先週の末にね、あの、 岸田首相の記者会見がありましたよね。我々のね、マイナ、あの、マイナ保険証ですね。に関して、まあ、具体的にそのね、期限を、えー、あの資格証明書ですね。あれをね、1年から5年にするだとかね。まあ、そういったようなことで、ただ来年の秋、えー、それでね、今現在の保険証はなくすことで、まあ、今のところ考えてるけどっていうようなね、ただマイナ総点検が終わった後みたいなね、ことをね、なんかそのね、まあ、 なんかね、のらりくらり的にえ岸田さんは言っとりましたけども、あの、ああいったようなものことに関してはですね、それこそね、日本のね、えー、その地上派だろうが、メディアだろうが、バン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 ね、マイナ保険証に関しては言ってますよね。まあそういったような記者会見があったからね。で、ところがですね、さっき言ったように、この日本の警察権力だとか、そういったようなものが揺らいじゃってるような非常に大きな問題に関して、あの、岸田さんの記者会見でも誰も記者がね、 えー、実際に質問もしないし、ね、そういった中で、どの、えー、テレビ局も放映はしない。でも、海外のテレビでは放映されてる。これって何みたいなね、感じですよね。本当におかしいと思います。故に私もね、前から言わ,言わさせてもらってる通り、日本という国はですね、先進国中最低の報道自由度ランキング。なおかつね、えー、OECD の各、えー、諸国ね、それこそ100、 え何カ国だっけな、180か190カ国ぐらいある中の先進国では最低、なおかつね、70、今現在70位かな、70位か71位といったような非常にね、先進国としては低いポジションに名を連ねているわけですよ。この日本という国がですね、いかに日本という国が報道が規制されている、まあ、報道が規制されているというか、 行動に対してててね、忖度がいいちゃっっるるかかううことよよくわな状況です。今回のこのね、マリナのソーシャルテレビはこういったようなことで、具体的にね、放映していたということを見てもですね、なんでね、海外のメディアは <laughs> 出してるのね、日本のテレビ何にも言わないのって、皆さんどうですかあまりにもおかしいと思いますよねで。さっきも言った通り、この動画に関してはね、 これ2週間ぐらい前に具体的に出されてるんですよ。出されてるんですけど、全然ね、回ってません。このね、アカウントはもう13万人ぐらいね、えー、この登録者がいるので、あの、はっきり言って、このフィリピンの人た,人たちがね、興味があればバンバン再生回数が上がるはずですよね。でもそのね、100回200回しか上がってないということは、結局ね、フィリピンの人しか見てないんですよ。だからおそらくね、私これ、あの、URL を貼っときて、まあ皆さんはバーッと見ると思うんですね。本日にバーッとね、 再生回数上がると思うんですけど、いかにね、えー、その、えー、何、この問題がですね、えー、日本人が分かってないか、要はね、日本人が知らされていないといったようなね、えー、ことになるんじゃないかなと思います。ただやっぱりこのフィリピンで放映されてもね、フィリピン人が何、日本の何、ギハラとか言ったら分からないわけだよね。だから再生されていないっていう、それだけの話なわけですよね。まあ何にしてもおかしいっていう話ですよ。 といったようなことで、えー、ちょっとね、何回も申し上げますけれども、私のこの動画の概要欄に、このね、動画の URL 貼っときます。私のこの動画を見たらぜひですね、ご覧になっていただければなと思います。はい、えー、ということでね、ちょっとね、月曜日の朝なんで、朝でちょっと非常に暗い話なんですけど、やっぱりこの話に関してはね、なるべく早く皆さんにお伝えしようと思って、ちょっと昨日の夜ね、日曜日の夜間に合わなかったもんですから、月曜日の朝に配信させてもらいました。 で、冒頭お話ししましたように、本当はね、年の宮愛子さまのティアラの問題、なんでティアラをお作りにならないんですかみたいな話をし,し,してね、実際動画はもうできております。できてるんだけども、ちょっとね、えー、この問題の方がね、今回お話しした内容の方が、ちょっとね、先にお話しするべきかなと思って配信しました。 で、えー、愛子様のティ、えー、アラの件に関しては、まあ、この後もしくは本日の夕方かね、そこら辺で必ず配信しますので、動画までできてますのでね、えー、その動画もぜひご覧になってください。というようなことです。皆さんどう思うっていう感じですよね。もう本当になんかね、私は特にね、皆さんご存知の通り海外にいるから、なんかね、海外にいる日本人にとってはね、なんか本当情けないわね。 っていいう気がいたしますよ特にやっぱりこの安田種男さんの,あのお父さんとねお母さんと、えー、あとねお二人のお姉さんのね、えー、心持ちとかをねやっぱりね、えーまあ、考えるとですね非常になんか情けねえなっていう感じですよねというような気がいたしますまた皆さんねどのように思われるか私もこの問題に関してはね引き続き追っかけていきますので、えー、ぜひですねあの、まあ、私の動画もねご覧になっていただければなというふうに思いますはい今回もありがとうございました Yeah, bye bye.